大崎高度は、宮城県北部の大崎地方に広がる大崎平野の農地を指す故障で、自然環境と共生した稲作を主体とする農業が行われており、笹二色、一目惚れ、笹結の栽培で知られる。大崎高度では、鎌倉時代の1264年より始められた水資源管理システムが継承され、江戸時代には仙台藩により神殿開発も行われ現在に、 至る古くは、大崎広島、大崎広島と呼ばれていた。大崎高度を支えるのは、エアイ川となるセ川及びエアイ川を水源とする、灌外水路の内側を中心に、化粧沼やラムサール条約登録地の、株栗沼といった、湿地、陶器淡水といった水環境になる。また、エアイ川水源の荒尾岳やナルセ川水源の、薬来山の森林なども、 間接的ながら含まれる認識である。大崎コードは国連食糧農業機関による世界農業遺産の2015年審査対象の候補として名乗り出たが農林水産省による国内選定で落選。県土従来を期して新たに創設された日本農業遺産に申請し認定。2017年には世界農業遺産への登録も果たした。 大崎市田尻地区では、農業遺産、無農薬冬、水田んぼの笹西樹西木をブランド米として売り出し、笹西樹の後継となる笹結の生産も始まった。なお、農業遺産としては、今日、国と呼ばれる屋敷林がある、農家家屋景観なども含まれるが、その存続が危ぶまれている。一方で、大崎高度の一区画において、 福島第一原子力発電所事故の汚染廃棄物を試験焼却する計画があり、農業遺産にはふさわしくなく認定、登録の取り消しを訴える市民団体の存在もある。ありがとうございます。